キャンプしに行きます。2021年9月25日です。この動画も10月15日から始めたので、もうそろそろ1年ですね。1年経つのがちょっと楽しみです。しかも1年中ずっと続けてきましたからね。ちょっと1年経ったら週1とかにしてもいいのかなとかって思ったりもします。今日はマウント富士キャンプリゾートというところにキャンプしに行きます。ソロキャンプですね。車もないので電車で川口湖駅まで行って、でそれからタクシーかなんかかなに乗っていきます。バックパックキャンプということになります。カバン1個で、全部キャンプ道具をその中に詰めていくんですけど、初めての試みすぎてもう結構不安ではあります。と同時にワクワクしています。今から、朝6時からやっているスーパーマーケットに行って食材ですね、買ってこようと思います。もうワクワクして5時半に目覚めて、で今シャワー浴びたりとかして YouTube とか見たりして、今朝の7時になっています。それでは買い物に行ってきます。パッキングが難しい。パッキングが難しいです。出発します。結構。結構な荷物です。うつねえな、なかなか。どうすればいいんだ。Thank you.
新宿から河口湖の特急券乗車券含めた金額は4130円です。初めてのバンドックのソロベース、とても張るのが難しいです。見えないな。ちょっと雲が出すぎて。
結構雨が降ってきちゃいましたけど、今日は今から寝ます。おやすみなさい。